本日は普通の人と発達障害の人の才能の発揮の仕方の違いについてお話します。発達障害持っているとなかなか頑張ろうとしていることがうまくいかないなんてことがあります。ただとある条件を満たすことにより普通の人を簡単にごぼう抜きできるような結果を出すことができるんですね。前半ではその様子を演じ、後半ではどのようにすれば副業や出世など大きな結果を出すことができるのかということについて解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。というわけで用意スタート。ああ給料低いな。まあこのままいったら普通に飯は食っていけるだろうけど、もうちょっと稼ぎたいよな。でも今さら転職も怖いし、副業でもすっか。何何、ほうほう、なるほど、いろんな副業があるなら、まあとりあえずぼちぼちやるか。おい何やってんだ、しっかりしろ。はい、すいませんでした。はあ、なんで俺はダメなんだ。仕事でミスばっか、全然うまくいかないよ。勤めてまだ3ヶ月だけど、もう仕事辞めたい。ちょっと副業とか始めて、今後独立するために動いていこうかな。何何、あ、副業やっぱりいいな。俺にはお、マーケティングってのがいいのか。ちょっと勉強してみるかな。よし、なんとかやってみよう。まあちょっとずつ結果は出てるけれども、なんかいまいちパッとしないな。まあこのまま行くと1年後には3万円ぐらいかな。まあ細々とやるか。プラスアルファで稼げてるだけマシかね。くそー、ダメだ。頑張ってるのに全然結果出ないよ。フォロワーも全然集まらんし、俺やっぱ才能ないのかな。まあでも今更やめてもどうしてもねえし、もうちょっと頑張るか。はあ、本当に俺って才能ない。よし、今月でプラス8万。まあ5年頑張って月8万の収益だったら、まあ悪くないでしょう。まあこれで飯食えるわけじゃねえけど、まあ悪くないかな。引き続きやっていこう。うわうわ、そう、納期が間に合わねえ。くそ、なんとか仕上げるぞ。うおー、え、電話、もしもし。あ、そうだ、もうこんな時間。そっか、出勤の時間だったんだ。やっべえ、徹夜で仕事してた。あ、すいません、僕仕事辞めます。くそ、もう俺にはこれしか道がない。頑張るぞ。よし、オッケーと。今月も100万円達成と。はあ、ま、下請けさんにあとは任して、俺は今から温泉旅行でも行こうかな。はあ、副業頑張ってきてよかった。発達障害という才能を伸ばす、どうも発達障害カウンセラーのカズキです。いかがでしたでしょうか。あなたは前半のコントのように、普段仕事を怒られてばかりだからこそ副業頑張ろうなんて思い、いろいろとね試行錯誤しているなんてことありませんでしょうか。もしくはね、これから始めようなんて方も多いかと思いますが、本当に発達障害を持っている人は結果が出るのなんてね、こう不安になるじゃないですか。やっぱり一般の人というかね、発達障害を持っていない人ってなんか早く結果が出て全てうまくスムーズにいくみたいなイメージありますよね。そう、普通の人と発達障害の人では結果の出方って結構違ったりするんですよね。だからこそそれはどういうふうに違うのかということを理解すれば、あなたが今後ね、なかなか結果が出ないってね、心折れることもありませんし、むしろやり方によってはものすごい結果を出して、もう周りの人をね、ごぼう抜きなんてことができていきますので、ぜひともね、こちらしっかりと押さえていただき、これから副業っていうのを頑張ってもらえればと思います。というわけで、発達障害を持った人が才能を発揮するポイント一つ目というのが、やらざるを得ない状況になるということですね。やっぱり、まあ、僕も ASD、アスペルガーや ADHD なんてのを持っているんですけども、今のうちから準備しておこうとか、今からちょっとやっといたら将来楽だろうな、みたいな考えで動き出すことって難しいんですよね。まあ、わかりやすく言っちゃうと、夏休みの宿題を8月の31日まで取っといて、もう最後の方泣きながら必死に頑張る、みたいな、まあ、タイプじゃないですか。まあ、同じタイプですよねっていう前提で喋ってるんですけども、っていうことがあるじゃないですか。そういう状況にならないと頑張れないなんてことがあるわけですね。もちろん、自分はそんなんじゃない。
ちょっとずつね、準備ができるんだというのであればいいのですけれども、基本的に僕らというのは日々の忙しさに追われてしまったりですとか、今楽しいことをやろうといった形で欲望に流されてしまう傾向がありますので、やらざるを得ない状況になれるまで動けないなんてことがあります。そして2つ目のポイントというのが、追い込まれてからやっと才能の発揮ということですね。ああ、仕事辞めたいな、辛いなというところから、まあなんとか副業やるしかないかってなって、でもやっぱなかなか結果って出ないんですよ。そんな中でもう本当に会社嫌だとか、逆にちょっと仕事をもらえるようになったけれども全然稼げないなんていう場合でも、もう本気で納期がやばいとかいろいろ追われていくうちに、うわーってパンクしそうになって僕らって成長できるんですよね。そう、結局僕らというのは意志の力ではなく、環境的な周りの要因によって人生というのは変えていけるという傾向にあります。一方、普通の人というのはちゃんと準備してコツ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 続けられるなんていうことが得意だったりもするわけですね。いやー、羨ましいなーなんて思うかもしれませんけれども、この追い込まれた時に僕らというのは普通の人の2倍3倍むしろ10倍ぐらいの力を発揮しますので、どっちの方が早いかいいかというのは、まあ、好みの問題ではあるんですけども、どちらかというと僕らは追い込まれてから頑張れるっていうタイプなんですね。そして3つ目のポイント、もうガチって結果を出すってことですね。もうスイッチが入ったら最後もう誰にも手つけられません。それこそ前半のコントではね、もし会社辞めますみたいなこと言ってましたけども、寝ずに動画編集してお客様に納品してみたいな時期が僕にもありました。地獄ですよね。まあ発達障害の人どんな仕事向いてるのっていうのはね、以前こういったいろいろ副業の動画出させていただきましたので、合わせてご覧になっていただきたいんですけども、まあ動画編集なんてのも向いてるでしょうし、ライティングっていうのも向いてます。で、最近だったら僕はマーケターって言って、マーケティング大事だよ、まあスキルがあったとしてもね、 お仕事もらうっていうのはまた大変ですから、それをするためにマーケティング勉強しましょうねって言ってこういったスクールやってますんで、こちらチェックしといてほしいんですけど、バチってスイッチ入った瞬間僕も覚醒して年収が月収になるみたいなね、月何百万どころか何千万って売り上げ上がるようになりましたので、やっぱり発達障害持っている人っていうのはものすごい爆発力を持っている可能性があるわけですね。だからこそぜひとも会社員とかではなくて、あなたの才能をちゃんと発揮できるような環境やシステムの中で生きてほしいんですね。だから自営業副業最強なわけです。そう、最後のポイント、むっちゃ稼げるということですね。普通の人が、まあ、普通に副業して月何万とか、まあ、10万円とかっていう、まあ、それでもすごい大金ですけれども、普通に平凡な金額を稼げる中、発達障害の人っていうのはもう桁違い稼ぐなんてことが結構できるわけですよ。実際自分では稼げてるって言わないけれども、発達障害を持っていて稼げてる人って僕周りめっちゃ聞きますし、発達障害っていうことを気づいてない、言ってないだけでむっちゃ稼げてる人ってのもいますので、やっぱり何かしら能力が秀でている発達障害の人というのは副業とか出世なんか資格を取るなんかに関してすごく向いています。僕ら発達障害持っていますと、会社員がなかなかうまくいかない、てか辛い、仕事辞めたいなんてことありますけれども、大丈夫、あなたには必ず何かしらの才能があって、それを環境であったりとか人のサポートによって発揮することによって、人生いくらでも逆転して幸せになることができますから、そのためのポイントというのをぜひ押さえていってください。じゃあ、それってどうすればいいのっていう話ですよね。いや、それが分かんないから止まってんじゃないっていう方もいらっしゃるかと思います。なので、そういった方のために続きの動画をご用意いたしました。この動画の動画説明欄にある公式 LINE に登録していただきまして、今回のキーワード1479というのを入れてください。そうすればあなたがどうやって副業うまくいくのか、まあ、出世うまくいくのか、能力を発揮できるのかということが分かります。ぜひ合わせてご覧ください。僕は普段このようにあなたの人生がより良くなるような動画というのを投稿しております。さらに多くの人がこの動画を見て幸せになりますように、この動画の拡散およびいいねボタンをお願いします。また僕は発達障害の認知を広げていって生きやすくなる人を増やしていこうとこのチャンネルを運用しております。このチャンネルが大きくなればなるほどあなたに提供できるものというのが増えていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。あなたのワンクリックワンタップで世界がちょっとずつ変わっていくんですね。発達障害持っていますと大変なことたくさんあります。でもちゃんと才能というか自分の持っているですね、得意な部分というのを生かしていけば人生はいくらでも逆転が可能です。いや、そんなのないよって思ってしまう、まあ、自己肯定感の低い僕らなんですけども、本当にですね、20代の頃もう死ぬほどポンコツで、
もう散々ニートしまくってたですね、まあ、僕でもできましたので、あなたもぜひ一歩ずつでいいからね、チャレンジしていってください。大丈夫、必ずできます。あなたの幸せ、これより応援しております。以上、カズキでした。